1978年の行動仮上工場と周囲約500メートル範囲。右下が円軽方面。ホーム横に待合室が見える。円軽側に行動地区集落の中心道路の踏切。周囲を暴風雪林で囲まれている。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成行動駅は 北海道門別市公道にかつて設置されていた北海道旅客鉄道名寄本線の駅である。名寄本線の廃線に伴い、1989年5月1日に廃駅となった。一部の普通列車は通過した4月30日時点で折り4本上り6本。廃止時点で短式ホーム1面1線を有する地上駅であった。ホームは、 線路の北東側に存在した。仮上工場に執事を持つ無人駅となっており、駅舎はないが、ホーム横に待合所を有していた。ホームは木造で縁ある方にスロープを有し駅施設外に連絡していた。ホームは短い簡易型であった。当駅が所在した地名より、地名は当地の入植者が水戸学の行動精神を伝えたことに由来する。 駅施設はすべて撤去され、現在、当駅の跡地は空き地になっている。また、2001年時点では当駅跡から縁がある方に、ある、京神川にかかっていた、水谷橋のコンクリート製の橋台が残存し、2011年時点でも、同様であった。行動仮り上校上に関するカテゴリー。ありがとうございます。